カモヘロモコチョは南アフリカ共和国オデンダールスラス出身の同国代表のサッカー選手 FC シンシナティ所属ポジションは守備的ミッドフィールダー12歳で出場したフランスで開催されたダノンネーションズカップでは U-12 南アフリカ代表のキャプテンとして同国を優勝に導いた出身地であるスーパースポートユナイテッドで プロキャリアをスタートさせ、2009年にオランダリーグのフェーノールトに移籍、同時に SBV エクセルシオールへ期限付き移籍し、2009から10シーズンのタレントファンヘッドヤールに選ばれる。翌2010から11シーズンにはフェーノールトに戻り、監督マリオベーンのもとでトップチーム入り。多くの怪我人のためにスタメンをつかみ、ビレム・ファン・ハネヘムによって2年以内に、 欧州最高の選手になれると絶賛された。2011年夏から、フェーノールとの監督に就任したロナルド・クーマンの信頼を得ることはできず、リザーブチームでは右サイドバックや CB での出場を強いられたことで2013年夏、PEC、ズボレに完全移籍し3年契約にサイン。本来のポジションで即座に大きな輝きを放ち、ズボレでの公式デビューとなった。 エールディビジ第一節のヘイノールトとのホームゲームで3から2の勝利。このシーズンでエールディビジ最高の MF の一人に成長し、KNVB カップ決勝ではアヤックスを5から1で下してズボレの初カップ獲得に大きく貢献した。2014年夏にもヨハン・クライフス・ハールでアヤックスを1から0で下した後に f c トゥエンテイ籍、4年契約にサインした。 2017年7月7日、エフルチャンピオンシップのブレントフォード FC と3年契約を結んだ。2020年8月20日、メジャーリーグサッカーの FC シンシナティにフリーで加入。南アフリカ共和国代表にも選出され、2012年9月11日のモザンビーク代表戦で代表戦デビューを果たした。コントローラーとして、ポジショニングとプレー展開を読む能力に優れ、 適切なタイミングでの全身守備で、ボールにプレッシャーをかけることができ、優れたテクニックでボールをほとんど失わず、スペースを素早く見つけて正確なパスを出すことができる。ビレム・ファン・ハネヘムは2010年9月にエール・ディビジで、デビュー直後のモコチョについて、2年以内に、欧州最高の選手の一人になれる。ルネ・ファンデル・ガイプは、体格が小さすぎると繰り返していたが、 欧州のベスト10プレイヤーはみんな小さいと語った。ズボレの監督ロンヤンスは FC2 エンテへの移籍が決まった。モコチョについてポジションプレーではエールディビジのベストプレイヤー。FC バルセロナのティキタカに加わることもできると称賛した。ありがとうございます。